秋篠宮家の長女、眞子さまと小室圭さんの結婚問題が未だに世間を騒がせている。小室さんの母親の金銭トラブルが発覚して以降、二人の行く末に暗雲が立ち込めてきたかと思えば、11月30日の秋篠宮さまによる結婚を認めるとのご発言。そして、それをきっかけに立て続けに報じられた小室氏の新たな金銭トラブル疑惑、宮内庁に抗議が殺到したという報道もあれば、小室さんの母親の元婚約者が今後一切借金の返済は求めないと語ったという記事が週刊誌に載るなど周辺は騒がしい。それにしても交際が発覚してから2人はずっとマスコミに追われ続けている。借金トラブルが解決しないことが最大の理由だが、そこには皇室と報道の歴史も関係していると思われる。視聴率 20% 超えの皇室番組、もともと皇室ネタは鉄板だった。特に天皇家の直系である内定皇族、現在だと天皇皇后両陛下及び愛子内親王殿下並びに上皇皇后両陛下にあたるは注目の的。この話題は女性週刊誌のお家芸だったが、以前は報道も明るい話題ばかりで、あまりネガティブなものが報じられることはなかった。皇室の話は非常にセンシティブなもので、神経を使わなければなりませんでした。それは皇室を侮辱するような記事を掲載するのはけしからんと、現在は亡くなった不敬罪にあたると考える人たちによってメディアへの抗議活動があったりしたからです。だから、当たり障りのない話題が中心でした。しかしながら今も昔も、皇室のカラーグラビア特集を組んだりすると本は売れたりと、いわゆる皇室ファンと呼ばれる人たちは常に一定数いました。女性指揮者。かつて、皇族がテレビの情報番組で扱われるのは、公務でどこを訪れたとか、御用邸で休日を過ごされた、一家で旅行に行かれた等々。そして、民放最長寿レギュラー番組と言われているのが、皇室アルバム、TBS 系だ。放送開始が1959年、現在の上皇のご成婚をきっかけに始まった、番組は実に60年間続いている。放送開始当時は、視聴率が 20% を超す人気番組だった。皇室を扱う番組は他に、皇室日記、日本テレビ系や、皇室ご一家、フジテレビ系があり、両番組も人気がある。また皇室を扱った特番も、高視聴率を取るという。週刊誌やテレビにとって、キラーコンテンツといえる、皇室にまつわる話題の中でも特に結婚に関する話は、国民の関心が集まるため、各社は取材に一層力が入ることになった。